しないはずだ。理解していたのか、我がザワールドの能力を。はあ、少しだけ褒めてやる。見破ったのは華僑院だ。華僑院の死は無駄にはしない。だからどうだというのだ。理解したからどうするというのだ。貴様の波紋に何ができるというのだ。ハーミットパープル&波紋。くどい。波紋なんぞ触れなくても攻撃はできる。おい見ろよ、空からジジが降ってきやがったぜ。サンタさんよサンタ。屋根の上で何してた。女でも覗いてたのかよ。ジジイ、翔太郎下がってろ。わしの方へ来るんじゃない。翔太郎、いいところに現れた。しかしあいつまでは射程距離外。まずはジョセフから。翔太郎、奴のスタンド、ザ・ワールドの正体は時間じゃ。時間を止めるスタンドなんじゃ。ザ・ワールド。最初は瞬きほどの一瞬しか止められぬ能力だった。しかし首の傷が馴染んでくるにつれ、2秒3秒と長く止められるようになった。今では5秒は止めていられる。時が止まっているのに5秒と考えるのはおかしいが、とにかく5秒ほどだ。ふん、いずれは1分、10分、1時間と思いのまま止められるようになってやろう。楽しみだ。だんだん長く時間を止めるのはな。おっとジョセフ、波紋で全身ガードしているんだったな。100年前は血と手を焼いた波紋だが、ザ・ワールドの前では全く無力のものよ。無駄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 。ジョナサンの孫ジョセフ、これで貴様は死んだ。1秒前、ゼロ。来るな。逃げろ、翔太郎。やつに近づくな。もうよっとれ。距離を離れろ。離れるんじゃ。かなわない。